邪魔だ。後悔するなよ。
ガンつけたら何なんだ。いらっしゃいませ。ほほう。ありがとう。いらっしゃいませ。いいな。ありがとう。
ちょっと下がら、偉そうにしてんじゃねえ。
いらっしゃいませ。ああ、ありがとう。おお。いらっしゃい。久しぶりだな、レイナ。ギリュウちゃん。そうだったの、風間さんが。でもキリュウちゃん突然来るんだもん、驚いちゃった。悪いことをしたな。今に始まったことじゃないけどね、レイナ。おやっさんは俺に言った、弓を頼むってな。うん。あいつのことを何か知らないか。あの時病院から失踪したって聞いてからは何も。でもね、キリュウちゃん、5年前ここに瑞希って女の人が訪ねてきたの。彼女、沢村由美の妹ですって言ったわ。由美に妹が？うん。でも妹がいたことは由美ちゃんも知らなかったはずよ。由美ちゃんだけ生まれてすぐ生き別れになったんですって。そうだったのか。で今その瑞希は？それが詳しくはわからないの。瑞希ちゃんちょくちょくここに顔出してくれてね、そのうち由美ちゃんがいたこの店で働きたいって。4年くらいいたんだけど、去年急に自分のお店を持つことになったの。お店の名前はアレス。場所は？オープンしたら知らせてくれるってことになってたんだけど、まだ連絡ないのよ。こっちから聞こうにも連絡先変わっちゃってるみたいで。そうか。彼女由美ちゃんによく似てた。会えばすぐに分かると思う。ここに入れ墨入れてたわ、花模様の。由美の妹らしくない。そうね。邪魔したな。またいつでも来てね。私にできることなら何でも協力するから。ああ。錦山君のこと聞かないんだ。それとももう誰かから？ああ。そう。自分の目で確かめるさ。人が何て言おうがな。うん。ねえ、キリュウちゃん、ミレニアムタワーって知ってる？5年前建てられた。そのタワーの裏に小さなバーがあるの。マスターは飲食店の元締めみたいな人よ。新しい店ができたらマスターに必ず連絡が行くわ。アレスの場所もきっとね。そのバーの名前は？バッカス。そこのマスターならアレスの場所知ってると思うわ。またいつでも来てね。私にできることなら何でも協力するから。見れ、そこ。
お？おい。お。え？何なんだよ。
そんな強くなるんだよ。
お前みてえなやつ見てるとよ、腹立ってくんだ。とりあえずてめえ殴るわ。
う。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
何があった？私が来たらみんな、みんな、もう。何しにここに？お母さん探して、私いろんなとこで聞いて。お前名前は？とにかくここを出るぞ。さっきのお店のこと誰かに教えた方がいいんじゃない？あれだけのことがあったんだ、とっくに誰かが通報しているだろう。そっか。それにしても公衆電話が減ったような気がするな。昔はそこら中にあったはずだが。だってみんな携帯持ってるじゃない。充電切れちゃった時くらいしか使わないよ。ああ、そうなのか。え、おじさん、ひょっとして携帯持って。俺は今日大変な一日でな、すこぶる機嫌が悪いんだ。運が悪かったんだよ、お前らは。そう？運が悪いのはおっさんの方だよ。なんだよ、あのおっさん。そろそろ行くぞ。でも、この子お腹空かせてるみたいなの。こんなに痩せちゃってるし。お前、母親はどこにいるんだ？え？探してるんだろう。わからない。今日ずっと探してたんだけど。家は？お前、家がないのか？孤児院、黙って出てきた。お前、孤児院にいたのか。じゃあお前。お前じゃない。うん、私は遥。お前じゃない。おじさんは？ああ、桐生、桐生一馬だ。ねえ、お願い、この子に何か食べさせてあげて。このままじゃ死んじゃうかも。かわいそうかもしれないけど、
今助けてやってもまたこんな目に遭うかもしれない。仕方ねえことだ。そんな、でもほっとけないよおじさん。ありがとう。あれ？どうし、ふう、もしかしたら。どうしよう。いらっしゃいませ。
ありがとう。ありがとう。このままじゃ飲めないか。これ、うん、よし、うん、やっぱりお腹減ってたんだこの子。さっき孤児院にいるって言ってたな。うん。本当に母親はこの町にいるのか。多分手紙にはそう書いてあったから。でもまだお母さんに一度も会ったことない。どうするんだこれから。他にこの辺に頼れる人は。私にはお母さんと由美お姉ちゃんだけだから。由美？うん、お母さんのお姉ちゃん。いつも手紙持ってきてくれた。おい、どうした？伊達だ。それがバッカスに行ったんだが全部消されちまった。というわけで。何？そうか。キリュウ、とりあえずその後で警察が保護する。そうだな。レーナ。だ、奥の部屋に行っててくれる？ああ。さてと、きっと一時的なショックと疲労が。ああ。そう、
ショックだったろうね、そんな怖い思いして。はあ、何か食うもんでも作ってやってくれないか。うん。おじさん。あら、ここは私のお店、よろしくね、はるかちゃん。俺の友達でレーナだ。ねえ、あの子犬は？え？あの子大丈夫かな、元気になったかな。ああ、大丈夫だ。本当に？それこの子のこと？あ、よかった、もう会えないかと思った。ついてきてたのか。この子も嬉しそう。はるか、さっき弓お姉ちゃんって言ってたな。個人に手紙を届けに来てくれたって。うん、すごく優しいんだよ、弓お姉ちゃん。毎月ひまわりに来てくれて、お母さんからの手紙とかお土産とか。え？ん？お前、ひまわりにいたのか。うん。そして母親の姉は弓。どうかしたの？お前のお母さん、名前はなんて言うんだ？瑞希。え？知ってるの、お母さんのこと。ねえ、お母さんどこ、どこなの？いや、俺も探してるところだ、ユミのことも。ハルカ、ユミの居場所は？うん。そうか。ねえ、おじさん、私も一緒にいい？さっきのところでお前の母親の店を聞こうとしてたんだ。今は手がかりが何もない。私知ってるよ、アレスでしょ。本当に？はるかちゃん。うん、だから一緒に。私だけじゃどうしてもお母さんに会えないから。ねえおじさん、いいでしょ。他にどうしようもねえな。おじさん、すぐにアレスに行く？いや。了解。きゅ。いらっしゃいませ。
味が。目障り。ごめんなさい。ちょっと下がら。よかったのにね。
残念。今日は虫の居所が悪いんでな。邪魔だ。ちょっとそこら、てめえだよ。おお、あいらっしゃいませ。
君す。ありがとうございました。いらっしゃいませ。
くぜ。うん、よし。
よし。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。遊び金欲しさでした。許してください。